はい、皆さんどうも、チャーダケンです。今回も楽しいゲームを一緒にやっていこうぜ。よーし。はい、ということで今回もね、トロールフェイスクエスト実況プレイやっていこうかなと思うんですが、はい、皆さんがですよ。やる前にお話があります。僕のツイッターを見てる方ならわかると思うんですけど、この前見事に腹痛と吐き気が半端なくて、なんでかなって思ったんですよ。はい、食中毒かなっていう風に思って、それをつぶやいたんですよ、僕。はい。で、その時、見事にね、お医者さんに行ってなくて、僕。勝手にね、解釈しちゃってたんですけど、診断してもらったら、急性胃腸炎ってことが分かりました。いや、もう本当に辛かったわ、俺。何日間かぶっ倒れてたもん。うん。本当、皆さんご心配ありがとうございます。とても嬉しかったです。俺はね、もうそのね、ツイッターのリポを見てね、励まされました。ハゲてませんよ。励まされました、本当に。ありがとう、みんな。はい。ということでね、もうだいぶ元気になってきたんでね、今回やろうかなと思います。はい。なんか、今この顔見たらね、すごい胃が痛くなってきたわ。嘘。でもね、本当に辛いよみんな。胃腸炎、急性胃腸炎。例えるなら、胃の中と腸の中にマッチョなおっさんが筋トレしてるみたいな感覚。全然わかんねえな、それ。マジで辛いんだよ、本当に。時々そのマッチョのおっさんがね、ダンベル落とすの、俺の中に。マジ痛えからな。はい、ということで、やっていきましょう。どういうことでね。気をつけてください、皆さん。はい。これは違うね。これは？ああ、蹴っと。違う。やっぱね、もう、このね、トロールフェイスクエストのね、見せ場ですよ。このクリア失敗っていうのをね、最初に見せるっていうのは。はい。こっからです。こう、クリック長押しで、こう、キャラクターを押したりすると、なんか、ほら、変わった！なんか変わるんですよ、こうやって。で、これで、多分、蹴るんだね。うん。OK。違うの？いや、もう本当に、腸も痛くなってきた気がするわ。何回やるんだよ、そのくだり。はい。胸を大きくして、はい。で、次どうすんだ？この人なんかするんだよね、多分。あー、なった！なんか、めっちゃ引っ張ったらなったんだけど、こうやって。これ45度ってやったらなった。うん、45度かわかんないけど。じゃあこれで、ちょっとパンチ。あ、できなくなってる。こっち押すのか。よし、OK。あー、飛べんだ、その感じで。はい。胸筋が3メートルあったら人間は飛べるって言いますよね。はい。よし。なんか違う世界に来たぞ。はい、じゃあ、この人押してみましょう。押して、おー、全然効いてないじゃん。めっちゃ無じゃん、顔が今。超無だったんだけど。あー、なんか閉まった。これでまたなんか、長押し的な？なんかできる？あー、できた！なんか、渦巻いたらできたんだけど。合ってんのか、これで。これで？あー、裸になっちゃった。ごめん、なんかめっちゃ寒そうだよね、この時期まだ。春に近づいてきてるとはいえ、その格好は寒い、絶対。うん。これを溜めた時に、押す的な。よいしょ。ああ。超辛いじゃん、あの子。お尻に風穴開くでしょ、今の。はい。違うんだね。じゃあ、この子押してみよっか。あ、違う。じゃあ、この子引っ張る的な。あ！来た！これでよかったんだ。これで蹴るみたいな感じか。オッケー。よいしょー！絶対痛いでしょ、これ。痛いでしょこれ。想像を絶してるからね、この顔。大丈夫かな。はい、今みたいなマッチョがね、僕のね、糸腸の中にいました。はい、思いっきり蹴られてました。いや、多分なったことがある方ならわかると思うんですけど、本当にね、やばいんですよ。もうとにかくやばい。このトイレ、はい、このトイレに入りましょう。うん、本当にトイレにね、こもりたい気分になるんで、皆さん。あ、違う。どうすんだこれ。これを引っ張る？これ引っ張る？あー、違う。違うんだ。なんか一人暮らしでさ、やっぱそういう風に体調を崩すとさ、ご飯が大変だよね。カップラーメン食べちゃってさ、余計悪化しちゃったんだよね。どうすんだ次。てかこれを押してからじゃないと来ないんだけど。こいつを来さしてからなんかするみたいな。このビルか。なんかビル関係あるからね、このゲーム。前回もなんかビル、押すとなんかなったから。あー、なんかほらビル押したらなんかなったんだけど。え、ひょっとしてこれビルじゃなかったかな。俺今木押した。まあ木かどうかわかんないんですけど、この状況。絶対木じゃないよねこれ。どこまで続くのこれ。あ、押すのねこれ。あー、オッケー。押してクリアね。オッケー。順調なんじゃないこれ、かなり。はい。何これ、空港ですか。なんで悪いことした？この人。なんでこの頭に髪がないってだけでダメなのかな。やばいね、それ。
このサボテンが怪しい。あ、あ、違うか。このサボテンじゃない。こやつをひっくり返すのか。え、待って。ヒットマンか、これ。バーコードあるよね、ヒットマンって。はい。僕も実況でやってるんですけど、ヒットマン。あ、そうだね。47って言われてたもんね。1足したらアイドルぐらい。じゃあ早速行きましょう。はい、オッケー。いいじゃん。かなり順調じゃん。まだ100いってないからね。はい。スリザリオか、これは。フォース的な。お、消えてる消えてる。これ消して、これ消してから、え、何もできない。これでどうすんだ。この子を押しても何もなんないし、これもなんないから、またスライドか。あー、そうだそうだそうだ。てかここに恐竜の骨あるね釣りじゃなくてこれ全力で取りに行った方がいいよね。え、ここからどうすんの。あー、押しちゃった。あー、これ失敗なんだ。え、どういうこと。これ取って、取って、これ上げて、ここからどうすんの。こうしちゃうとしたもんね。これもう一回、ああ、あ、来た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 。これでいいんだ。これ簡単だったね、結構。よし、いいぞ。なんか、体調崩して、なんか頭がすごい柔らかくなった気がする。はい、なんかこんなゲームあったよね、頭にダイヤのやつ。なんだっけ。はい、じゃあやっていきましょう。これ、これ、何。ああ、来たね来たね来たね。大丈夫、大丈夫。あの、皆さん、お食事中の皆さん、これはチョコレートです。はい。よし。今度はこの人を閉め。ああ。ああ、大丈夫、その顔。大丈夫かな。ジャイアンのリサイタルでも聞いてんのかな、この人。そんな顔してたよね、今。これ。あば、感電した。感電してんのに笑うな。さっきもチョコレートついてたのに笑ってたからね。最低な彼氏じゃねえか。よし。じゃあ、やっていきましょう。これ怪しいよね、なんかこの、緑。あ、違うか。これ関係ない。会話させて、会話させてから、これ押すみたいな。違うね。違う違う違う。じゃあ逆もやってみよう。ジャイアンリサイタルして、こっち離して、で、次これ。あ、違う。なんでだ？え、待って、これよくわかんない。何度かやってるんですけど。これ落とすの？あ、違う。違うね。もうこの辺はやり尽くしました。この髪を落とすのか？このタオルとか？なんだ？え、むずい、これ。毎回見るため、ほんと大丈夫かな？そんな顔しなくてもいいじゃん。これ絶対怪しいよね。これを、あ、できたできた。え、待って、これでよかったの？さっきなんかやったんだけど。クレーム。トロールフェイスクエストごときにクレーム入れる俺。え、ちょっと待って、さっきやったんですよね。もういいか。もういいか、次進もう。はい、次ですね。ATM。めっちゃ派手な ATM だな。これね、お札抜くのかな。お、これをここに入れる。すると、あ、出てきた、出てきた。うん。あ、違う。これじゃないんだね。奪うのかな、逆に。この人の、この人出すんじゃなくて。違うなぁ。笑い方腹立つなぁ。この窓は、関係ない。あ、違うね。これは？この人自体は違うかな。違うか。え、やっぱ財布だよね。これ抜いてから、笑わす？あ、違う。待って。これむずいな。あー、なんかできた！待って、これ連打したらなんかできた。ここで連打？なにこれ。何が起きたのこれ。大事故でしょあれ。いろんな意味で。はい。じゃあ、やっていきましょう。ホテル。なんか、シャーロック・ホームズが出てきそうな街並みなんだけど。これはじゃあ、まずこの人してみようか。あ、狼男なんだ。変身するかな。え、待って、狼男なら月を出す的な感じじゃない？月ないね。明かりを照らす的な？待って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 。これ何回か吠えさせちゃうと、罰になっちゃうんだ。じゃあこのお嬢さんを、何もできない。でも押せるよ。あー、取れた。怖っ。ホラーじゃん、これ。だって、じゃあ、こうやって、これで吠えさせる。あ、違う！違うんだ、これ。え？これを引いて、引いてこの辺でなんか、あー、なんかできた！連打クリックも結構多いね、今回。凄まじい形になってる、今。何？人間なのかな、あの人は。
怖いね。狼男より全然怖いから。はい。じゃあやっていきましょう。これ何？歯医者さん？なんか歯医者にこういう電球あるよね。恐ろしいな、こんな歯医者いたら。このおっさんを、このおっさんをクリックしても何もなんない。で、ドリルで。え？全世界が今、え？ってなったんだけど。あー、ダメだ。驚かしてもダメってことか。うん。で、最初に、ちょっとこう、おっちゃん寝かしちゃダメなんじゃない？あ、なんか消えた。え、待って、何をした俺今。シュッてやった？同時さん。あれ？何もできなくなった。あ、なにこれ？なにこれ？世界観どういうこと？これ何これ？笑った笑った笑った。めっちゃ笑った。これで終わりなんだ、また。よし。はい。なんかこれ見るとちょっとホッとするわ、こいつを見ると。はい。ってことで、今回もトロールフェイスクエスト、ビデオゲームズ2っていうのか。はい、実況プレイやってきました。面白かったね。トローフェス面白いな。肉フェスみたいに言ったけど俺今。トロフェスっていう人いるかな。はい、ということでトロフェスって思った方は高評価ぜひ押していってください。本当にみんなくれぐれもね、急性胃腸炎には気をつけてね。生物ってダメなのかな。てか胃腸炎と食中毒の違いってなんだ、よくわかんねえわ。はい、本当にね、ダメだよ、お腹の中にマッチョなおっさん宿しちゃ。みんな気をつけてください。ということで、また次回の動画でお会いいたしましょう。では、バイ。